私の YouTube をこう見ていただいている方というのはやっぱり学んだり知ったりすることが好きな方非常に多いと思うんですね。で、私学びというものには2種類あると思っています。それは横の勉強と縦の勉強ってことなんですよね。いわゆる横の勉強、横の学びって何かというと広く知識や技術を身につけたための勉強。 ということです。これはやっぱりすごく大切なことだと思っていて、あの、現代でも広く、例えば新しい考え方を身につけたり、あ、そんな技術が生み出されたんだとか、そういう流れに今世の中なってるんだなっていうことを敏感に捉えておくっていうのはめちゃくちゃ大事なことです。例えば、私でも大好きですけども、えー、キングコングの西野明宏さんのような、本当にこう時代の革命児のような方の考え方を身につける。 ですとか、あるいは、えー、中田あっちゃんとかですね、えー、メンタリスト大吾さんですとか、本当に広く、えー、知識を身につけさせてくれる人の YouTube を見て学ぶですとか、あるいは、まあ、数年前になりますけど、ブロックチェーンという新たな技術がこう、開発されて、それって一体何なんだろう とか、そういうことをきちんと学んでおいたり。あるいはキャッシュレス、キャッシュレスって言うけど、それってどういうことなんだろうなっていうのをまた本や YouTube でもってこうきっちり学んでおく。こうやって自分の知識や技術を広げるための、そういう横の範囲の勉強、横軸の勉強、これめちゃくちゃ大事だなと思ってます。で、もう一つが縦の勉強、縦の学びってことですね。縦って何かっていうと、いわゆる深く深く深く掘る方の描学問ですよね。 いわゆる人間学とは言われるものだったり。で、まあ古くは、例えば佐藤一斉の書かれた原始史録っていう書物なんかは、本当にこう最後高森さんが大切にされてて、で、本当に生涯の座右の書としていたとかね、日本人あまり原始史録知ってる方多くないんですけれども、あるいは古くは、えー、えね、孔子の作った論語。 ですとかね。あるいは、その初級編である大学ですとか、師匠五教と言われる、そういう本当にこう人間学の学も、もう2500年前から変わらないような、そういう人間の本質を解いているような学問 っていうのも、これもやっぱり人間の軸を作るという意味で、きっちり学んでおく必要があるのかなと。で、まあ、論語読みの論語知らずなんていう言葉もあるぐらい、なかなかそれは、えー、読んだところで簡単にわかるものじゃないし、えー、読んだところで生涯勉強し続けていかなければならないもの。掘っても掘っても掘っても、そこが見えないぐらい深い学問。 っていうことですよね。私は日本の思想家の中では、例えば安岡正宏先生ですとか、そういった方が本当に本もたくさん読んできましたし、そういうことを本当にたくさん学ばせていただきました。 で人間にはこの横の勉強と縦の勉強が両方いると。で、特にやっぱりこう縦の勉強という軸がないと、横をどんだけ広げても、なんかこう軸、筋のない人間になってしまう。逆に言うと、やっぱり縦の軸だけでも、大きく例えばコマのようにこうね、回って、大きな影響力を身につけることも難しいかもしれない。なので、縦をドーンと大木のごとく、 お立てながら、かつ横もどんどん広げていくと、なんか大きなコマのように、自分はブレずにしっかり守りながら、どんどんこの影響を与える範囲を大きくしていけるのかな、というふうにこう感じてて、縦の学びと横の学び、これが本当に大切だなと思っています。例えば、 私は本当にもう論語の一節の中でずっと心の支えだった、え、小白の絞むに送るるを知るってなんかややこしい言葉があるんですけども、これ簡単に言うと、え、松の木というのは雪がいっぱい降ってても全然枯れることなく絞むことなく雪を被っても大きく立っているんだと。つまり人間も困難にあった時こそその進化が 問われる。進化が発揮されるもんなんだ。みたいな、その一説にもうかつて、心震えて、小白のしぼむに送るを知る。小白のしぼむに送るを知るって、自分がもう全く売れない時代とか、全くキャッシュがない時代とかに、ずっと心の支えだったこともあるぐらい、やっぱりその、ね、2000年前、2500年前から語り継がれてる人類の英知っていうのは、やっぱり現代にも適用できて、今も私たちを支え続けてる。そんな言葉が。 あったりするので、えー、論語とか、原子史録とか、大学とか、あるいは申し出すとかね、あの、そういった本っていうのは、そう簡単にはなかなか理解はできないんですけど、まあ、現代は、その分かりやすい本、分かりやすい解説書とかもたくさん出てますので、例えば私も、原子史録の原著ももちろん読みますけども、大好きなのは、えー、上渡良平さんという方が書いた、えー、佐藤一切原子史録を読むっていう、もうこの本をえっ、ー、と、公園に長男次男連れて行くときに、 一人アのリュックの中に入れてって、で、子供たちは滑り台とかブランコで遊んでるときに、公園のあずまいで一人で、この佐藤一斉原始資録を読んで、えっ、ー、と一人で号泣してるみたいな、そうやって、えー、学ばせていただいてるとか、えー、現代はそうやって、またその、えー、いわゆる各社の方が、 わかりやすくそういう人間学の本を解説してらっしゃるという書籍もたくさん出てるので、そういうところをまた入り口にしたりして深く学んでいくのもいいのかなと思うんですね。で、先日ですね、ちょっとあの、とある大成功者の方にお会いする機会がありました。もうこの方は、 まあ、とにかくすごい成功者で、もうこれまでに、えっと、200近くの事業とか、えー、もう何百社の会社を、コンサルタントとして、こう、V 字回復させてるっていう、まあ、とんでもない大社長だったんですね。で、もう40にして、60億ぐらいのもう資産があって、で、今でも、ほっと、 といても、えっと、1億ぐらい、もう年間のこう、給料がいろいろ入ってくるもんですから、まあ、それはそれとして、もう自分ももう世のため、人のために自分の学んできたこととか、能力とかを、もう使いまくってるという、もう事前事業とかやりまくってるみたいな、まあ、とんでもない成功者の方で、まだ、御年48歳ぐらいのお若い方なんですけれども、素晴らしいオーラのある方で、もう先日、はじめまして、ヒロと申します。よろしくお願いします。ということで、その方に出会いましたと。で、 もう本当にこう、人間的にも素晴らしい方だったんで、いろんなお話をこう聞かせていただきながら、最後にその方に聞きました。あの、他にご質問ないですかって言われたんで、最後に一個だけ聞かせてください。あの、なんでそんなにすごいんですかなんでそんなにビジネスをやっても、えー、人生を生きてても、そんなに成功したり、幸せになれるんですかっていうことを聞いたら、一言でした。古典を読んできたんです。 古典って、あの、論語とか、原始資録とか、そうなんですかそうなんですで。私の父は別に商売屋でもなかったんですけども、私が小学生の時から、これを読めと言われて、原始資録とか、論語とか、大学とか申しとか、そういうものをこう読まされてて、で、子供の頃は素読と言ってそれを声に出して読むということをずっと習慣づけられてて、 子供の頃は正直思ってました。小難しいことが書いてあるな。呪文かこれは。何が書かあるかさっぱりわけわかんない。って思いながら、でもそれを嫌々ながらもずっと続けてるうちに気づいたんです。それが自分の血となり肉になってるってことに。で、高校生になっても、あるいはビジネスを始めたからも、そして今でも読み続けてますけど、全く極められない。 まだまだわからない。けど、だからこそ今も学び続けてるし、それが自分の支えになってます。うん。あなたのビジネスなんで成功したんですかって言われたら、本当に答えそれだけなんです。全部論語に書いてあった。全部原子資録に書いてあった。全部古典の学び、縦軸、人間学の学びに全部答えがあったって、今だからこそ気づきますよねって言われた、その社長の 後ろに本棚があるんですけど、そこにずらっと古典が並んでました。私がそこにありますよね。ああ、さすが津田さんお気づきになりましたね。そうなんです。ずっとこれ読んできてるんです。もうね、本当に生きる極意を教えられた気がして、結局、2500年前から ね、2000年前から人間がどんなことにつまずいたり、どんなことに悩んで苦しんだりって本質はあまり変わってない。だからこそ、その答えはきっと縦軸の学びの中にあるし、そこでしっかり自分の軸を作りながら、そして横の知識としてまた幅広く現代を生きるための知恵とか、 そういう知識というものも身につけていく。この縦軸、横軸で両方考えていくってことが本当に一つの成功法則なのかなと思っています。ね、今本当にコロナウイルスで家にいる時間が多いからこそ今始められる勉強って何だろうとか、今こそ読んでみたいものってなんだろうっていうことで、えー、横の知識とともにこの縦軸の学びというものも選択肢として入れてもらえたらいいんじゃないかなと思います。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガ、ヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれではいってらっしゃい